もう映してるんですか。もう撮り終えたよ。これは世界中に流れっから。はい、皆さんこんにちは、フラワーです。山崎さん、はい、ヒデちゃんです。今日は世田谷市場の前犬高木、犬高木の品評会に、はい、商談会に来てます。まあ、ちょっと先に中チラッと見たけど、すごい変わったものいっぱいあるから、まあ、ただよくは見てないから、これからすごい特殊なものばっか、人気ものばっか、キレタカキの子なんだ。そう、キレタカキ、キレタカキの三浦ちゃん、三浦ちゃん、三浦ちゃん、キレタカキの三浦ちゃんです。三浦ちゃん、三浦です。では彼女に中を案内してもらって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとちょっと。明石さんも一緒に行きます。はい。一押しの場所はないので。こちらがエディブルフラワー。エディブルフラワー。はい。今流行りだよね。流行りですね。飾ったり、食べたり、こういう風な感じで。普通のパンジーではない。一応あの農薬とか使ってないんで、一緒にご飯と一緒に食べますし、ビタミン C とかもあったりとか、ちょっと酸味がある。そんなに離れてて、コーセット入ってる。ああ、そういうことです。失礼しました。密着で、密着。え、農薬は使ってない。農薬は使ってない。農薬は使ってない、ご自身。普通の野菜と一緒でこうちょっと洗っていただいて食べていただける。なるほどね。見て楽しめるし食べて楽しめる。色合いもすごくおしゃれなし、パンジーしかない。パンジーとでもビオラっぽい、品種だけですね。まあ、パンジーとビオラ、まあ、似たような感じ。貴族のサラダでしょ。え、貴族のサラダ。貴族のサラダ、へえ。パンジーあ、じゃあこれを食べたら貴族になれる。貴族、はい、その気分を味わえる。なるほど。俺この前は買って食べたけど貴族はなれなかったけど、ね、じゃあダメだ。食べる数が早いから。じゃあもっと食べなきゃダメだ。失礼します。誰か、あ、いたいたいた。はい、次。はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ、あ、じゃあ私とおすすめいいですか。はい、おすすめ行きましょう。いらっしゃいませ。どうも。何おすすめですか。あ、富永植物さんのペペロミアがおすすめでございます。そこ行ってみてください、はい、ぜひぜひ。富永植物さんのところへ行きます。じゃん。教えてください。いいところお願いします。このでも緑とあのそうですね、今このちょうど春先出るのはあのこの下の葉の道具の侵入のこのコントラストが一番綺麗な時期なんで、まあ、確かにすごい綺麗だもんね、うん、このこっちのアングラータもそうなんですけど、やっぱり春先はコントラストがすごく綺麗に出て、こうだん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 時期があの立ってくると緑が濃い葉がだいぶ多くなってきたりするんですけど、まあ、ピンチすればまた新しい葉が芽吹いてくるんですけど、配線みたいな感じ。こっちはもうワイヤーとかこうラインが細いので、どっちかしたらこう可愛らしいタイプ、こっちの方が動きが立体的に出るので、おー、なるほど。配線やらいろんな楽しみ方ができる。何をおすすめを。いや、これすごいナイスな。何なんだお前は。音だ、声が入ってない。あ、ここはですね、はい、宮沢園芸さん、そして長谷川園芸さん、メインの品物は何ですか。メインの品物、見てください、ベゴニア、最高に綺麗ですね。全然
晴らしいですね、この出来栄え。もうこれからあの卒業式シーズン、そして入学シーズンで。母の日はありますか？もちろんあります。最高の品物です。そしてこちら、これになってください。長谷川園芸さんですね。長谷川花園です。間違えちゃいました。長谷川花園です。よくあります。超いい加減だからね。ちょっと長谷川園芸は俺の同期だった。関係ねえだろそれ。メインは、メインはないものですね。これからちょっと本人いますから、今ちょっと説明してもらってください。ちょっと、はい、来ました。背高くなるもの得意としてます。一般的にはワイカ材を、基本的にワイカ材使ってないの。こここだわりですよ。え、何使ってるの？ワイカ材です。竹を止める薬は全く使ってないので、自然な高さで咲かせるように。